こんにちは、辻本舞です。今日は Q&A の続きをお答えしていきたいと思います。これもとてもご質問の多かった美容への質問なんですけど、本当にたくさんご質問いただいたので、この際頭からつま先まで何を使って何をしてるのか全部お答えしていこうと思います。スタート。頭からいきます。シャンプーは今ワヒタのシャンプー使ってます。これライターさんにおすすめしてもらって夫婦で使い始めました。頭皮がすっきりして髪がふわっとなってすごくおすすめです。シャンプーをする際に使ってるのがウカのこれ使って、こうやってシャンプーしながら頭もマッサージしてます。あとお風呂で時間があるとき使うのが愛用品紹介でも紹介したリファのヘッドスパ、電動のやつ、ここを付け替えるとシャンプーにも使えたりするんですよ、防水なので。でこれをお風呂に持って入ってマッサージしながらシャンプーしたりしてます。でお風呂上がったらドライヤーがリファのドライヤー使ってます。これが自動で温度を調節してくれて髪にすごく優しいんですよ。イオンで髪もしっとりサラサラになります。これはヘアメイクさんにぶっちゃけどこのドライヤーが一番いいんですかって聞いておすすめしてもらったやつです。お風呂の時に使ってるのがこれ、リファのシャワーヘッド使ってます。マイクロバブルで毛穴の汚れまですっきり落としてくれるやつです。ミストも出せるやつなので、ミストをこうやって顔に浴びたりもしてます。ヘアオイルがこれも、愛用品紹介で紹介したやつなんですけど、ジョンマスターのヘアオイルとサンドソイルのバランシングオイルセラム。これどちらも全身に使えて万能なので、髪に伸ばしてついでに体にも塗ったりしてます。あ、一個紹介したやつがあったんだ。シャンプーの時にこれ、ウヌヌのニューエイジヘアフォーム、これをシャンプーした後に、私のショートカットなら3プッシュぐらいかな、こう全体に揉み込んで洗い流さずにトリートメントをつけるんですよ。でトリートメントつけた上から洗い流すっていうのをすると、いつものシャンプーで髪がしっとりサラッサラになって、いつもと違う、なんだろう、髪触りというか、とにかくすごいびっくりしたんですよ。よくて語彙力すごいおすすめですこれ。じゃあ次肌に行きます。これも愛用品紹介でスキンケア全部紹介したんですけど、またざっと簡単にご紹介していきますね。まずクレンジングがシュウエムラフレッシュクリア桜クレンジングオイル使ってます。洗顔がオバジ細洗顔ですね。あとビチョビチョで持ってこれなかったんですけど、エレクトーレの固形石鹸、それで顔も洗うし体もそれで洗ってます。化粧水がエレクトーレのバランシングローション、これを使ってます。美容液はこれはもうリピート何個目だろうっていうぐらい使ってる、エスティローダーのアドバンスナイトリペア。クリームがそう、この前愛用品紹介の時に手元になくてご紹介できなかったんですけど、このカルテのモイスチュアバーム、これが本当に私大好きなんですよ。めちゃくちゃ保湿してくれるし、この花粉の時期とかにもすごくいいです。肌が落ち着いてちょっと肌荒れてるなみたいな時はアルジタルのインテンシブエキナセアクリームを使ったりしてます。でパックがお風呂で使うパックですね。これはエレクトーレのミネラルオーレフェイストリートメント、これは顔に塗って10秒経ったら洗い流すだけの時短エイジングケア、めちゃくちゃ便利で本当に即効性があってパッと明るくなるので、ぜひ試していただきたいです。もう一個エニシーのグローパック、これは炭酸パックですね。これは肌に伸ばして置いて洗い流すっていうひと手間があるので、子供が寝た後とか自分のご褒美の時間に使ってます。肌は OK。 じゃあ次パーツでお答えしていきます。眉毛に関する質問とか多かったんですよ。眉毛どういうケアされてますかとか、まつ毛何かやられてますかみたいな。眉毛は本当に何もしなくて結構生やしっぱなしです。この辺の明らかにここにいらないでしょみたいなところの毛はたまに剃るぐらいかな。でもほとんどもう何もしないです。お風呂上がりとか水がジャバーンってなると眉毛がこうなる。あと朝眉毛に寝癖がついてたりとかします。でメイクするときに眉マスカラで毛流れを整えて綺麗に見せてるって感じです。でまつ毛もまつ毛美容液とかは特に使ってはないです。でまつ毛パーマもやってたんですけど今はやってないです。次男を出産したときにまつ毛パーマ出産前にかけてたんですけど、それはすごく楽でした。産後こまめにメイクする時間がなかったりするので、まつ毛パーマしてるだけでも時短メイクができてすごく楽でした。リップはリップクリームサンホワイト、ずっとこれを使ってます。じゃあ次ボディケアに行きまずお風呂で使ってる入浴剤は、これも愛用品紹介で紹介しました、フィロフォーバスエプソムソルト、これを入れて毎日お風呂に入ってます。毎日そんなに半身浴ができてるかっていうと別にできてません
子供たちと一緒に入るときにこれを入れて入ってます。で、ボディークリームがこれキュレルのハイドラセラピー、濡れてる肌に伸ばすやつです。お風呂上がりにこれをもう濡れた体にそのままバーって広げて塗って、子供たちもバーって一緒に塗って、それだけですね。体の保湿はすっごい保湿してくれるのでおすすめです。ハンドケア、お家でのハンドクリームはこれ使ってます。で、ネイルのケアは全然毎月ケアに行ってるかって言ったら行っていません。もうささくれだらけなんですけど、ジェルネイルとかは仕事の関係上できなくて、毎回撮影のたびにネイルの色を変えたりとか、基礎化粧品の広告とかだと長い爪が NG だったりジェルネイル NG だったりするので、ジェルネイルはしてません。次、足に行きます。足の保湿はこの前も紹介したこれ、このクリーム使ってます。かかとツルツル族になれます。じゃあ次、インナーケアのことについてお話しします。体型時どうされてますかっていう質問がすごく多かったです。すごいダイエットをしてるわけではないですけど、1日の中の食事で晩ご飯は炭水化物を控えたりとか、そういうことは意識してます。ずっと昔からダンスをしてたのでダイエットをしたことはなかったんですけど、やっぱりダンスをしなくなると筋力が落ちて太りやすくなったりとかして、事務所に入って初めてダイエットをしたんですよ。いろんなダイエットとか本当に過酷な食べないダイエットとかもしたんですけど、今より綺麗だったかっていうと、その頃の写真を見返しても体重は今よりは低いんですけど、なんかむくんでるし、やっぱり体内が健康じゃないと人って美しく見えないんだなっていうのは感じます。なので今は食べたいものを食べるし、その代わり食べた分次の食事で調整したり、夜は控えめにしたりとか、そういうことをしてます。とにかく体の中の循環を良くすることを常に心がけていて、ダイエットしてた時にすっごい便秘だったんですよ。その便秘を治したいと思って青汁を飲み始めて、便通を良くしたことで肌がすっごく綺麗になったんですよ。もともとはダイエットのために始めた青汁だったんですけど、体内の循環を良くすることで肌がこんなに綺麗になるんだっていうことに気づいてから、よりインナービューティーに意識を向けるようになりました。今は青汁はこれ飲んでます。エンドウ青汁、毎日これを飲んでます。あと毎日飲むもの、メロリハーブのオリジナルでブレンドしていただいたハーブティー。あと毎日寝る前にやってることが、うん、ちょこちょこちょこピー、ストレッチポールに寝転がって胸を開いてから寝るようにしてます。絵を描いてたりとか YouTube の編集したりとか、睡眠を結構削って作業することが多いんですけど、良質な睡眠、短い時間で深く眠るっていうのを心がけてます。なので寝る前に丸まった肩を開いてストレッチしてから寝たりとか、あとこの寝る前にシュッてするスプレーっていうの、こういうのスリープスプレーって書いてある、パームオブフェロニアのものです。アロマのスプレーなんですけど、これをシュッシュッシュッてして癒された状態で眠る。で、枕を、で、枕は目黒の枕屋さんでオーダーメイドで作ってもらいました。寝る時の体勢大事だなと思っていて、首にシワが寄りやすかったりとか歯ぎしりがひどかったりしたので、オーダーメイドで枕を作ってもらいました。こんな感じで頭からつま先まで、頭から全身説明してみました。とにかく自分にかける時間がないので、普段の日常の中でお風呂に入る、髪を洗う、ドライヤーするとか、そういう毎日することに一つも工程を変えずに、こういう美容家電をうまく使って時短美容を心がけてます。外側からのケアももちろん大事なんですけど、体の内側も意識してインナービューティーを目指してます。健康的に綺麗を目指して頑張りましょう。たくさんご質問ありがとうございました。グッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。